見せ場。今回ご紹介するのは4月にリニューアルオープンしたレストラン&パティスリーマイルイです。越前市家久町の旧国道8号沿いにあるマイルイは、地場産の食材を使った美味しい手作り料理が食べられるお店。アットホームな雰囲気の店内はカウンターやテーブル席が設けられており、さまざまなシーンで利用できます。今年4月に店舗を改修し、新たにパティスリーをオープン。色とりどり美味しそうなケーキがずらりと並んでいます。ケーキ作りを担当するのはお店の姉妹の妹、柳川瑠衣さん。県内外の洋菓子店でおよそ10年の修行を積み、昔からの夢だったという念願のケーキ部門を立ち上げました。ケーキ作りのこだわりを教えてください。そうですね、こだわりは季節のフルーツとかを使用して、彩りよく仕上げることを心がけております。あとお客様からは優しい味っていうのをよく言ってくださります。テイクアウトはもちろんなんですけれども、店内でお召し上がりいただくことも可能ですので、ドールカーテンなどで半個室化にも店内できるようになりましたので、そちらでバースデーのパーティーなどもしていただけると思いますので、ぜひそのように使っていただきたいと思っております。お店では生菓子が常時およそ15種類、焼き菓子およそ10種類ほどを取り揃えており、どれもリーズナブルな価格設定。その中からおすすめをご紹介しましょう。まずは人気商品のバナナケーキ。ラム酒を使用した大人な味わいがやみつきになる一品です。じゃあバナナケーキいただきます。すっごい切った時ふわふわだったんです。美味しそう。なんかこの上のカラメルソースがちょっとパリッとしてて香ばしくて美味しいです。なんかこのふわふわな感じとこのパリパリがすごいマッチしてます。いいですね。なんかちょっとねふわっとお酒の香りがして、なんか大人な感じですね。めっちゃ美味しい。でも結構軽いんで、ちょっと大きめかなと思ったんですけど、多分がっつりご飯食べた後でも食べれます。私これ美味しい。続いて季節限定イチジクのタルト。完熟イチジクをたっぷり乗せてカスタードとイチジクのジャムで仕上げた、なんとも美味しそうな一品です。イチジクのタルトです。すごいいっぱいイチジク乗っててすごい嬉しい。いただきます。あ、美味しい。イチジクめっちゃみずみずしいです。なんかカスタード の甘さもちょっと抑えられてて、大好き。このケーキ大好き。タルトがサクサクです。下イチジクって割とあっさりしてるけど、この中のジャムとの相性がすごく良くて美味しい。なんか今回はイチジクだったんですけど、季節によってまたこのフルーツも変わるらしいんで、もうなんかいつ来ても、今日は何かなみたいな楽しみがあっていいですね。最後はマイルイ自慢のエクレア。こだわりの生地を使用し、常時5種類を取り揃えています。5個すべての種類の箱詰めも販売しており、手土産にもぴったり。今回は抹茶味をいただきました。あ、めっちゃ抹茶です。美味しい。クリームたっぷり。すごい香りもすごい良くて、抹茶が濃厚です。もう抹茶好きにはたまりません。美味しい。割と生地もサクッとしてて、ホワイトチョコがすごいパリパリとした感じが、もうなんかホワイトチョコと抹茶いいですね。合いますね。私マイルイって言ったらおなじみのレストランっていうイメージがあるんですけど、なんかこうお昼だけとか夜だけとかご飯食べに来るだけじゃなくて、なんか3時とかそういう時間にもこう来てケーキ食べれるっていう時間ができてすごい嬉しいです。マイルイのここに注目。子供からお年寄りまで
お祝い元にぴったりのデコレーションケーキが大人気。いちご、チョコ、フルーツなど立体的で華やかなデコレーションケーキ。大きさや予算に合わせてご予約を受け付けています。お誕生日やサプライズにぜひどうぞ。当店は4月にリニューアルオープンをいたしました。今までと変わらない美味しい料理とケーキで皆様のお越しをお待ちしております。